レイニアとナナミンがやってますね。で、見に行きました。はい、というわけで、ですね、私は最近おうち時間、まあちょっと最近終わりそうですけど、終わりそうな兆しもちょっと見えつつもありますけども、やっぱまだもうちょっと続くんじゃないかということで、はい、私はやっぱこの期間に新しいことを始めないといけん、いけんなと、いかんなと、やっぱ思ったんですよ。なので、もう一回ね、初心に戻って、私はこいつをやることにしました。優しく始める、英文法総復習ブック。はい、英語をちゃんともう一回学び直そうと思って、まあ喋れたら一番いいけど、まあ私は英語は文法の方が好きだったんで、もう一回やろっかなーって。やっぱね、大切かなって 英語アレルギーのはいい、偉い。ねえ、偉いよね。でも英会話じゃなくて文法だから、ただ解きたいだけだからさ、ただ英語をひたすら書きたいっていうだけだから。リスニングはね、得意ってコメントあるんだけど、リスニングはね、全然1ミリもできないの。聞けないの、聞けないの。英単語ね、聞き取れないの、私の耳って。なんでかっていうとね、日本語も聞き取れないからなんだよね。って感じだけど、でもさ、ほらさ、日本語もさ、なんかすごい聞けない耳だから、英語も聞けないということで、そう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 。ひなた is so pretty ってめちゃめちゃ嬉しい、ありがとう。文法が一番苦手だったって。そうなの？センターのリスニング16点満。ちょっと待って、何点満点なのかちょっと存じ上げないのですが。はい、そうなんですよ。まあ、そんな感じで、この配信ではちょっと英語を勉強していきたいなと思って、ほら最近さ、 YouTube とかでもさ、一緒に作業するみたいな感じの動画が上がってるじゃないですか。それとか見て、あ、なんか一緒に勉強するってで、なんか動画とか配信を通して同じ時間を共有するっていうのは改めていいことだなって思ったので、はい、TOEIC 受けるしかないって。 TOEIC 受けれないんだよ、もう。いや、受けれないっていうか、学力が足りなさすぎて 受けれないんだよっていう。昔英会話教室通ってたけど身につかなかったって。マジ？いや、でもなんか、英語を会得するにはやっぱ、現地に行くのが一番早いと 行く予定ないんですけども、はい、英検とか持ってる、英検持ってますよ。3級、中2の時に3級取りました。で、中3の時に準2級受けたんですけど、何も勉強してなくて、普通に筆記で落ちました。トイックの会場は密です。ああ、じゃあちょっとそれはいけないですね。ああ、外人の友達作った方が早いって。ああ、そうですね。でも中学の時は、アイルランドに文通の友達がいて、で、その子と、まあ、文通しつつ、コミュニケーション取ったりとかしてたり、あとなんかプレゼント交換したりとかしてたんですけど、まあ時も流れね、やっぱ使わないものはね、やっぱ抜けていくんですよね。はい、リアル手紙で、そう、紙で、紙、紙で書きました。そう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 、ジェスチャーでなんとかなり、まあ、まあ言ったらね、その単語単語で片言で通じるものはきっとあるんですけど、まあやれるに越したことはない。
やたん外人がタイプ、いやそういうわけじゃないですよ。外国の方が好きとか日本の方が好きとかそういうわけではないですけど、国際便って高くないのって、ああちょっと中学生の時はね先生を通じてそのやり取りしてたのでちょっとわかんないんですけど、そう、台湾人なら知り合いいるなって、いいね、なんかグローバルな感じがいいですね。そう、まあ何せ私はアイドルになる前の海外研修本当は行くつもりだったんですけど、それ行かずにオーディション受けたという経歴がございまして、ちょっとねそんなこともあって英語はもともと得意じゃないんですけど、ちょっとやってみようかなと思います。あ、国際便高いんだ。じゃあすごい贅沢なことしてたんだね私ね。すっごいね、すごい贅沢なことしてたね私ね。ネイティブの英語って英語じゃないのよ。そうなの。ねえ、なんか私の友達とか多分英語話せる子いっぱいいるんだろうけどさ、なんかそのそういうそうなんか私の友達だけかもだけど、ちょっと日本語もおかしい人が多いからちょっと理解できなくて、ちゃんともう一回自分で文法をやりたいと思います。はい、それでは最初基本の確認。英語の文は主語、動詞、目的語、補語の4つの構成要素からなります。この4つに加えて修飾語があります。主語 SVO ね、はい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 、 We like apple 私たちはリンゴが好きです、そんな集団ある。動詞 V、 日本語のするですなどの部分、述語とも言います。あ、はい、それはちょっとわかりますね。 I am a high school student. He dances every day. はい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 、目的語。はい。日本語のほにゃららをほにゃららにの部分、動作の対象。 John bought a book. Sam told me her address. 大丈夫？ Sam は私に彼女の住所を教えてくれました。サム、彼女にさ許可取ってる？大丈夫？やっぱさ英語のさ文法ってさなんか変な文多いよね。大丈夫？大丈夫？って絶対使わない文章だって。いやそれなのよ、それなのよ、それなのにさそんな文章をさ何回も何回も書いてさ、なんか本当にこれに日常で使うみたいなさやり取りの文章多いですよね。個人情報だねってね。時代が時代ですから、ちょっとそういうの気をつけた方がいいよサム。ね、サム頑張れよ。サム頑張れよ。ね、で保護、も主語や目的語の説明をする部分。 He is tall. We named the bear 白。私たちはそのクマを白と名付けました。はいはいはい、 We had dinner at the restaurant. 私たちはレストランで夕食をとりました。 I often wake up early in the morning. 私はしばしば朝早く目覚めます。しばしば、 often、 まあそうですね。はい、基本の確認してこ、久しぶりにさ英語読む、例文でお腹痛い。白クマ、いや白クマだったんだろうね、白と名付けたってことはね、白いクマだったから白って名付けたんだろうね。はい、ね、品詞、英単語には10個の品詞があります。名詞、代名詞、動詞、形容詞、副詞、助動詞、冠詞、前置詞、接続詞、関東詞、あら、まあなどの、あー、hey, oh, wow、 ね、なるほど。This, that, these, those、 うわ懐かしいね。 I, you, him, she, there, it's など、はあ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 、She is a pianist. シロ runs very fast. シロはとても速く走ります。何大丈夫なの？
The dog can run very fast. その犬はとても速く走ることができます。She will study abroad next year. 彼女は来年外国で勉強するつもりです。ああ、いいですね。頑張ってください。和式英語。May I come in? 入ってもいいですか？うんうん。May I help you? とかあるやつね。前置詞。ああ、at, to とかね、in とか。at, in the, on the とか。そう、なんかそれこそ、この前置詞の話になるんですけど、あの私たち NGT48 おうちでマックス時315号をみんなでね、それぞれのおうちで撮って、歌割りのところとかリップシーン撮って、でなんかおうち MV を作ったんですよ。あのこの間 YouTube で公開されたんですけど、そう、それであのそれのハッシュタグを作ろうって言って、でなんかカドちゃんがね、どうするって、そうグループ LINE で話してて、でその時になんかまあいろいろみんながね案出してくれてて、でその時にあのミハがね、ミハちゃんがね、まあ、結果ミハちゃんが提案してくれたのが一番近いハッシュタグになったんですけど、どれだったっけかな、あったあったあった、うーんとマックス、ハッシュタグマックス押しどきオンザハウスオンザハウスって家の上なのよそう、家の上なのよインザホームだったらさ、インザハウスだったらさ、まだわかるじゃないですか子供が最初に覚えるのは Why not? なんでダメなのだって、へえー、Why not? 屋根登っちゃったってそうなのよ、みんな屋根の上でマックス撮ったのよそう、でもなんか結構3時間くらい経っても誰もそこに突っ込まなくて、え、これ突っ込んだ方がいいのかなとか思って、結構ね、あの私はね、いつ突っ込もうかね、あの結構タジタジしちゃった結局あの言いました、オンザハウスは家の上だよってスヌーピー書いて、うんうん、オンは乗ってるっていうイメージかなね。でもまあ結局アットホームになりましたね。はい、というわけで続いて B 動詞と一般動詞、動詞ねやりますね、中学でね。はい、A is B、 A イコール B、 A is the in the park、 あるとかね、あれですね、あの was とか were とか、あとなんて言えばいいんだろう、現在形過去形、あと自分、あなた、他人みたいなわかんないわかんないけど、あー過去完了とかね、ちょっとめちゃめちゃやったけどもう忘れちゃったな。うわ、加算名詞、数えられる名詞の前にはあーとかね、うんうん、で、うんと、いっぱいあるときは S つける。うわ、懐かしい表がある、これ曖昧みまいんだ曖昧みまいんだ、三人称単数、あはー、一人称とかね、え、懐かしい、これさ、この表さ、めちゃめちゃさ、なんかすごい授業でやったんですよ。英語の先生がね、あの太鼓叩くバチあるじゃないですか、あれをいつも持ってて、であれでこうやって机叩きながらみんなでね覚えさせられました、あいまいみまいめっちゃ懐かしい。 We are ours、
We are は as our You, you are, you, yours He, his, him, his She, her, her, hers It, it's, it They, they are, them, theirs うわ、懐かしいラップ学習、お寺、お寺っぽい現在進行形って、わかるよって、わかるの懐かしすぎるいや懐かしすぎる、やばいね、エモエモいいですね。あ、肯定文、否定文、疑問文、あ、あと疑問詞ね、 What, which, where, how, who, what 命令文、be quiet be quiet、 お黙りはい、エモエモの筆記体っていつ使うの？筆記体はなんかサイン、なんか自分の名前書けるように、筆記体で書けるようになりなさいって言われて、それ以降使ってないです。私はリカちゃん来たって、あ、リカちゃん一瞬いなくなってた、いた、リカちゃん、私ね聞いて、英語してるのはい、恥ずかしい、何もしてないよ私、英語を勉強してるんだよ、だけん。 How exciting the 何？ Discovery is なんて心躍る発見だろう、なんかディズニーみたいだね。英語しないで、なんで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  Exciting 日本人の心を思い出して違うんだよ、違うんだよ、やっぱさ時間があるからさ、なんかもう一回やろうかなって。リカと遊んで、え、いいよいいよ、遊んでくれるの、遊んでくれるのよと梨花ちゃんの子守をこれからする、って、じゃあ子分しようって、そういうことじゃない集まり持ってないじゃん、いやそうなんだよね梨花ちゃんしゃもじ持って歌ってたねって、ね、確かに歌ってた、梨花ちゃん、梨花ちゃんの家のしゃもじこれかって糸お菓子糸ってきたらお菓子なのよ古文、趣があるねってね、めちゃくちゃ趣があるねっつってるいいとお菓子春はあけぼの、レテン入れてこうってこうやってね、それ漢文なのよそれは漢文なのよねリカちゃん漢文になってるあいうえお菓子、あいうえ、TikTok のやつだよね。リカちゃんいつの時代の人、今の時代の人かな。リカちゃん日本人の心を思い出して中国に飛んだからおもろい。わ、神のまにまに、それあれだよ、百人一首だよこの旅は、でリカはナゴン清少納言っていうこと清少納言ってこと、いいね、納言、平安、平安時代いいですねあ、ワイワシキブ太鼓、納言の生まれ変わり、いいじゃん。清少納言はね、文才ですからね、紫式部と並んでねすごい、全部全部送ってくれた。この旅はぬさもとりあえずたぬけやまもみじの錦神のまにまに、違うの、私は今英語をしてるの、百人一首じゃないの百人一首じゃないの、百人一首の勉強はまた今度、もう一回百首覚え直すからはい、そうなんですよ、英語をやってるんですよ。ナゴンって役職だよ、そうだよ、
グーに使える。百人一首すごい。全部ひらがななのよ。百人一首すごいが全部ひらがななのよ。はあ、面白い。頭良くない。覚えればいいだけなのよ。百人一首は。ジュゲムジュケムって。それもまたちょっと違う。五行のすり切れ。カイジャリ水魚の水魚末フライ末くねるところに住むところ。あなたがインテリになってしまう。そうだよ。そういうことがしたいわけじゃないんだよ。英語わかんない。じゃあ知ってる英語なんだろう。リカちゃんが知ってる英語で喋ってみよう。キッス。かわいい。かわいいかわいい。ラブ&ピース。かわいい。そうだね。歌詞でね、歌ってるもんね。ラブ&ピース、ラブ&ピースってね。マネーだろ。マネーもいいですね。ロシア行った時、日本語しか使わなかったよね。ハステとワステでしょ。うわ懐かしい。それ見てたな。川江さんのね。チューズミー、私を選んでってね。でもチューズミーってさ、私を選べってことでしょ。ちょっと直訳したらね。嘘だろうがね。懐かしいですね。カチューシャもロシア語。カチューシャってロシア語なんだ。嘘だろうが。うわ、めちゃめちゃ。It is difficult for me。 めちゃめちゃ英語使ってきた。絶対あれでしょ、翻訳使ったでしょ。あげっちゅ。全然使えている。いくらってロシア語なの。Google 先生、 Google 先生の可能性高いな。 OK Google。 全然英語が進んでない。そうなのよ、全然英語が進んでないのよ。これ何。鮭ひなた。鮭ひなたってね、名前それじゃないのよ。ひな鮭チェキ。違うの全然違うのよ。違うんだよ。ひな鮭じゃない、鮭ひなって呼ぶな。おい。見えてるぞコメント欄。おいコメント欄見えてるぞ。鮭ひなじゃないんだよ。大酒瓶って、それもう別物なのよ。それもう別物。村上氏のゆるキャラ酒瓶じゃないよ。鮭ひな。はい、村上さんの鮭ひなじゃない。そんなね、友達を呼ぶテンションでね、呼ばないで。本当にシャケ子ね、もうシャケ子はね、違うよ。シャケリン、ユキリン、シャケヒナタ。ロゴをよくすな。ん？ロゴ？ゴロ？ロゴ。友人のテンション。確かに。ユキリンさんと並んだ。やったね。ニックネーム変わったの？全然変わってないです。これまで通りヒナタンって呼んでもらえたら嬉しいです。三段活用みたいに言わない。鮭の三段活用。ゴロゴロね。ゴロゴロ。本当にイヨボヤって外国語っぽい。なんかイヨボヤは村上弁でめちゃめちゃいい魚っていう意味ですよ。ほんま鮭たん。違うんだよな。欲しい。シャケたんじゃないよ、もう。本当に
はい、私は英語をやってるんですよ。そういう話じゃなくてね、はい、英語をやってるんですよ。で、はい、ページをめくりまして SV、SVC、SVO の文、第一文型と第二文型と第三文型ね、ちょっと埋めていきたいと思います。ちょっとこれはね、まあ、問題が解きたいんですよね、私は。はい、 It's studying 英語忘れてた。 B 動詞、そうはい、次の英文を日本語にしましょう。いいよ。 My sister became a doctor at last。 私の姉は昨年医者になりましたと。合ってる？はい。いや、危ない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 。リカちゃんに問題出そう。リカちゃんに問題出そう。じゃあリカちゃん。The students rose from the 何これ、チェアか、チェア、ん、違う違う、これはね、どういうこと、英単語がだいたい合ってた、だいたい合ってた。リカちゃんが先生、ケンのペンはいい、あ、その生徒は椅子を忘れました。そうだよね、ちょっとね、英単語の意味がわからんのですよ。そもそも読めない。リカちゃん発音に厳しいよって、あら。だよね、椅子持参なわけないじゃん。椅子じゃないんじゃない。椅子じゃないよね、私の読み方が おかしいんだ絶対これね。ねえとか言って、ねえ、スペル、いや多分この生徒はどこどこから来ましたみたいな感じなんじゃないかな。違う？分からん。でも椅子だわこれ。でもなくしたってことだよね。そうするとね。は？意味わからん。もう一回読んで。The students lose from the chair。 そこの、こういうとき、椅子ってなくすかな。なくすとかある。うわ、何、どういうこと。その生徒は椅子から立ち上がりました、だって。どういうこと。でもフロームってことはそこの椅子から来たみたいな感じだもんね。いじめか。椅子忘れた生徒。椅子はあった。なんか規律だった。ちょっとちゃんと座っててください。本当だよね。ちゃんと座ってないよ授業中は。せめて寝ててもいいけど。ちょっと意味調べてみよう。分からん。ルーズフロームの意味か。上昇しました。そうだね、ルーズフロームがなんか立ち上がるっていう意味なんだわ。はは、ちょっとさ、レベル高くない？なんかもうちょっとさ、なんか My name is
My name is Ken みたいなさ感じにしない？私の名前は Ken ですみたいな。ひどいひどい。熟語的なね、難しいよ。ちょっと優しくないよ。全然優しく始めるとか書いてあったけど全然優しくないよこれ。言うとくが。基礎英語じゃんね。ひなたの名前はシャケです。ひなたネームイズシャケ。違うんだよ、アルファベットから始めなきゃなって。確かに。もう小学生。優しくないですか。優しくないです。この英語はすごく悲しい。ルーズのスペル、え、これルーズで合ってるよね。 LOSE 読み方。あなたは鮭ですか。はい、私は鮭です。あのね、英語のね文みたいな風にね言わないでよ。それを英訳したらね、あの違うのよ。 Are you 鮭？ Yes, I'm 鮭。本当に。いや、ルーズ合ってるよね。うん、本当に。難しい難しい。はい、次。 Did you have a 何これの A headache last night。 あなたは昨夜腹痛でしたかってことでしょ。うん、ヘデックだから頭痛か。あなたは昨夜。なんかさ、私なんか文法ができないっていうよりさ、単語を知らないだけだと思うわ。ね、単語知らないんじゃない？あなたは昨夜頭が痛かったですか？そう、なんか私中学1年生の時に、中学1年生の一番最初の英語のテストの時に、あの英単語を知らなさすぎてジュースが読めなかったんだよね。ジュースが読めなくてジューシーって書いてペケもらった。そう、英単語が読めない。オーマイガーッ。そう、ジュース。英語辞書読んだ方がいい。あ、腹痛はスタマケイク。そうですね。その時彼らは悲しそうでしたか？はあ。悲しそう。何？穴埋めなんだけど、なんて聞けばいいの？その時彼らは悲しそうでしたか？ディジュ？ディ？わからんわからん。ジューシューは沖縄方言。そうなの？本人に聞いてください。正論。正論です。あーぜい。あー、んー。その時だから、あ、でも、ぜいとさぜんだけ。鍵括弧ぜい、鍵括弧さっとぜん。って書いてあるわ。何？何？わからんよーね。あー、やっぱそうか、ルックか。悲しそうだもんね。じゃあそれか。わ、そうだ。正解。頭いいね。山本かりんちゃんの宣伝はやめてください。なんでですか。かわいいです。今日もずっとあのハロプロさんの動画を見てました。
まあ、ずっとプレイリストみたいな風にするとさ、次々と見れるじゃないですか。それでジュースジュースさんも見たりしてて、でもなんか今日は、最初はスマイレージさんの懐かしいなっていう曲をずっと MV 見てましたね。ルックはチョコレート。ナタンスチスチ、ありがとうね。サミダレスキュー、サミダレスですね。リカタンは逃げ出した。ルック美味しいですよね。ねえ、ルック美味しい、大好き。ルックライク、そうね、ルックライクはそういう風に見えるみたいな感じだもんね。ケンは月曜日学校に行きます。ケン Go to school on Monday。 え？でも誰でもないから、なんか S、ES つけないとなのか。ケンはオタクですって。なんで？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 知り合い？知り合いなの？知り合いの方でしたか？中学、未来系なのかな？あ、未来系？ゴーの未来系って何？ゴーの未来系って何？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 ケン is DD。 わ、最悪だ。 最悪だと、最悪でもないか。 え、ウィルゴーだよね。え、でもさ、ウィルゴーじゃないのよ。だって影格好は一つなのさ。ケン。だから、行きますだから、行こうと思ってますじゃないから、普通に。5ES。 I am DDD。 誰でも大好きです。 あ、合ってた合ってた。よし、ゴーズでしたね。 Ken goes to school on Monday。 で、次、私の叔父は喫茶店を経営しています。は、経営って何？ My uncle、 鍵括弧、 a coffee shop。 なんだろう、経営する？経営っていう英単語がわからん。 経営する。教えて。ランえランなの？初めて知った。はい、どうだ。へえ、あれね、どういうさ、動詞の時が ES なんだっけ。どういう動詞の時が ES で、どういう動詞の時が S？ 何なんだろうね。三単現。うわ、めちゃめちゃ。三人称単数がイエス。あ、うん、えー、おー。あ、自動詞と他動詞とかもあるの。ちょっとよくわかんない。主語で決まるの？三人称。I、 you、 複数以外が ES。 ああ、 by とかだとね、 ES になるけどね。私、あなた以外。 あ、 y お、えー、お、あ、なるほどなるほど。 SOXSHTCH が終わるときは ES。 あと Y で終わる動詞は I にして ES ってことか。
なるほど。今理解しました。はい、次3番。次の各組の英文が同じ文型である場合は丸を、違う場合には×をつけましょう。はい、わかりました。My father didn't have breakfast this morning. My uncle lives in ベルリン。ベルリン。めちゃめちゃ日本語英語。あ、じゃあこれ SVO とか SVC とか書いたらいいんだ。そうやって解くってなんか習ったと思う、私。と、S。これは S やん。V やん。ブレックファースト。なんだっけ、O って。O は目的語か。これが場所。ブレックファーストは？何？ C が保護。はは。主語動詞保護。S は C です。ちょっとわからんわからん。あ、髪を眺める配信。いや、そうなのよ。朝食が ちょっと待って。英語のさ、文法やらなさすぎ、ささささささすぎてさ、ちょっとわからん。S is C。あ、父は今朝、朝食を取らなかった。と、おじはベルリンに住んでる。おじはベルリンではない。ベルリンに住んでる。え、ってことはこれ丸なんじゃない？ね。これ丸なんじゃない？同じ文型なんじゃない？合ってる？ My father didn't have breakfast this morning. と、my uncle live in Berlin. ベルリンのさ、ベルリン 自分でさ、喋っててさ、ちょっとわかんなくなっちゃうけどさ、ベルリンのさ、英語のさ、発音って何？ベルリンのさ、ベルリン。ベルリンはベルリンやでって。いや、そう、ベルリンはベルリンなんだけどさ、ちょっとさ、土地のさ、発音の仕方がさ、私さ、わからなさすぎてさ、前にアクセント。ベルリンってこと？ その頃、ケンは何してるんかな。そうだった、ケンの問題もあるんやったな。あるんだったな。ねえ。ひなりんって感じ。いや、ちょ、よくわからん、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 わからん。ついていけない、ついていけない。それは調べてくれ。じゃあ、ちょっと聞いてみよう。ベルリンの発音。いや、でもいいんじゃない？ベリン。ベリン。OK。ベリンでした。愛が強くなるんだって。My uncle live in Berlin。 これだ、これでした。じゃあこれは丸ってことで。はい、で次、括弧2番。The teacher often gets angry with him。 先生は、
先生は彼のことをまあよく怒ってる。She has a lot of friends around the world. 彼女は世界中にたくさんの友達がいる。すっげーいいなー。私はもうそういう人になりたいですね。はい、私もそういう人になりたい。世界中に友達欲しいなって思いますね。で、はいはいはい、 SSSV これアロットオブフレンズがなんだ、たくさん、これは名詞だね。多分これは第三分形なのかな。ね。フレンズが O ってことだもんね。でも C は名詞か形容詞。じゃあこれは×なのかな。友達100人できるかな。できません。できてほしいな。おーイエイエイ。これ×でいいかな。じゃん。カッコ1番も間違えてるんだけど。カッコ1番間違えてるけど、なんでなんで、ねえ、なんで、わかんないよ。友達ベルリンできるかな。あのね、言葉は当てはまってるね。言葉は当てはまってるけど、ちょっと違うかな。僕は出会った人全員友達だと思ってます。あ、幸せな人だ。最高。いい。そのテキストが間違ってるんやで。そうなのかな。括弧1 SVO と SV なので×。あ、なるほど、これは SV なんだ。へえ。なるほど、保護、ブレックファーストが保護なんだ。へえ。あら、赤ペンで、これは×ですって書いとこ。はい、カッコ3番カッコ3番 The cake tastes very good. このケーキめっちゃうまい。と、The students なんだっけ、キープのさ、三人称。まあとりあえず、毎朝その生徒はめっちゃ静かって言ってる。あ、じゃあこれは丸だ。同じだね。あ、そう、それケプトでいいのかな。ケプト。え、発音合ってるかな。寝てるのかな。わしのことやん。あ、この生徒あなたのことだったんですね。過去形、うわ、過去形なんだ。あー、その生徒は、生徒たちは毎朝静かにしていた。なるほど。はい。ついに。え、アットラストってついにっていう意味なの？ちょっとよくわかんない。今丸付けしてたんだけどさ。
おとなしいんだね、静かにしてるの偉い。アトラストって、うわ、ついにっていう意味なんだ。昨年だと思ってた。ついに。はい。あなたは昨晩頭が痛かったですか？まあ、合ってるとしましょう。なんかさ、やっぱ問題解いてないとさ、わかんないね。っていうか、やっぱ英単語、単語を知らないんだわ、私。ラストイヤーが昨年か。そう、そうだよね。そう、そうです。そうです。何？プラスアルファ、自動詞と他動詞の両方の働きをする動詞。あ、なんだっけ？自動詞。自動詞と他動詞する、される、みたいな。なんかさ、このさ、授業やった時さ、私一向に理解できなくて、なんかもう理解することをやめた記憶があるんだよね。 今ケンは何をしていますか？みんなケンのことばっか気になっちゃって、 DD のケン。 前置詞のある話って、えひ、懐かしいワードね。懐かしいワードだよね。なんかもう忘れちゃった。するです。自動詞はほにゃららする、ほにゃららですなど、主語の動作や状態を表す動詞。第一、第二文型に出てきます。第一文型に出てくる動詞、スリム、スリープ、ちょっとこれ読めない。 LAUGH、 ラ、ラウ。 ちょっと読めないですね。ちょっと読めないですね。口が軽いさも忘れないでね。ね。読めない、読めない。LAUGH の、あ、笑うって意味だね。読み、発音の仕方が分かんない。 発音の仕方が分かんないのよね。ラフ、あ、合ってるんだ、ラフ。なるほど。で、第二文型に出てくる動詞、 B 動詞の他に状態変化、様子、知覚などを表す一般動詞。あーはー、ビケムゲット、グロウ、ターン、フィール、スメル、テイスト、ルック、サウンド、シーム、キープ、リマイン、ステイ。なるほど。じゃあこれがさ、自動詞だって分かったら、このさ、3番のさ、その英文が同じ文型である場合は、まあ、あれ違う場合は×をつけましょうみたいな問題もすぐ解けるんだ。ね。ちょっと難しいですね、これ。高校の英文法なのか。高校の英文法だから私わかんないの。 いや、でもやったはずなんだけどね。で、他動詞がほにゃららを何とかするなど、動作が働きかける対象、目的語を必要とする動詞。第3、4、5文型に出てきます。目的語は O のこと。O は SVO、 主語、動詞、目的語。 S は O を V する。なんかさ、この答えの本さ、解説がないのよね。解説がなくてちょっと理解できないんだよね。このさ、文は第何形態ですみたいな。第何形態ですみたいな。SAO する。それ違うのよ。それ、ソードアートオンラインをするっていう意味なのよ。 はい、文句言い出した。 はい。 なったんって、はーい、英語してます。解説ないやつ買ったのかね。ちょっと中身見ないで買っちゃった。というわけで、まあ2ページ勉強してみましたが、皆さんどうでしたか？
ちょっと思ったより時間がかかっちゃって1時間くらい経っちゃったので、今日はここまでにしたいと思います。私は1時間あったら結構2、3くらい 2、3くらい、2、3ページ見開き2、3ページくらい進むかなって思ってたんですけど、ちょっと難しかったです。リカちゃんも来たからね。確かに、でもリカちゃんが来てちょっと話して思ったんですけど、あれやりたい、100人一首覚えるやつ。100人一首のカルタ持ってきて、決まり字をどんどん言っていくみたいなやつも今度やりたいなって思いました。何が面白いんだろうって話したかもしれないんですけど、県しかわからない、それ人の名前なのよ。日本人の心大切に。はい、100人一首強い。そうなの、今度一緒にやりたい。今度一緒にやりたいハッシュタグとは。私も100人一首好きなんですよ。はい、というわけで皆さん、今日の配信お付き合いいただきありがとうございました。みんな県に嫉妬してる。県はこの中の人ですからね。楽しかった。ありがとう、いっぱい遊んだわって。配信ありがとうって、いやこちらこそ、見てくださってありがとうございます。はい、というわけで、ではまた配信でお会いしましょう。うわ、なんかシリ、いつでもここでお聞きしますよ。シリバイバイ。お話できて楽しかったです。いきなりシリ起動したんだけど、怖怖い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 。シリいきなり起動した、怖い、なんで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 、怖いね。はい、というわけで私もお話できて楽しかったです。というわけで今日は皆さん金曜日お疲れ様でした。そして私の勉強にお付き合いいただきありがとうございます。というわけでまたよかったら配信見てくださると嬉しいです。というわけでバイバーイ、またねー。ありがとうございました。 See you!